帰りなさいませ、ご主人様。本日は2名様でよろしいですか？かしこまりました。では私がご案内いたしますので、どうぞついてきてください。ご主人様のご帰宅です。お帰りなさいませ。ご主人様、こちらドリンクメニューのメイドの気まぐれメルヘンティーは日替わりになっております。今日はいちごの香りがする紅茶になっております。萌え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 、キュン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 、ドキ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 、キラ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 、ツン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 、デレ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 、ワンワンワン、にゃん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 、おいしくなーれおいしくなーれ。もえきっとですとかミックスフルーツが入っていて、とってもおいしいと評判になっております。はい、ハートマークを作ってください。ハートマーク、はい、はい、左胸からもえもえキュルルルルーンでお願いします。せーの、もえもえキュルルルルーン。うまくかけて自信があるので、はい、よかったです。お願いします。せーの、萌え萌え萌え、ビーン、ありがとうございます。ありがとうございます。でもうまい、うまいし、ビーン効いてる、めっちゃ効いてます。よーい、スタート。難しいね。そうなんですよ、つるつる滑るので。あ、ダメだ。結構相手の豆の音がプレッシャーとなる。そうですね、店内に流れてるので普段は、すごく口ずさみやすい曲でポップな感じが多いので、はい、ここはちょっと違う色の子っていうのがフリーメイドっていう曲があって、その子たちはあの店舗決まってなくて、いろんなところに、いろんなところに、結構そこではお客様の規模も大きいので、盛り上がるんですね。